今な、はい、うちのチームな、はい、その右ピッチャーがさ3人いるだろう、はい、な、はい、やっぱりなその試合に勝つためにはなやっぱそのいろんなピッチャーのね左ピッチャーもいねえしさ、はい、ピッチャーのバリエーションっつうのがやっぱな大事だと思うんだよな。確かにそうですね、はい、でそこでさその、はい、ピッチャー3人いるだろ、はい、原田とさ、はい、押し上げと、はい、南栗橋が、はい、その中でお前どうだお前のそのどう思う、そこら辺のその3人の中で。確かにちょっと、うん、一番試合に出れてないので悔しいです。あ、そうだな、悔しいな、はいはい、あ、そのさ、そのいろんなね、バリエーションがやっぱ必要なわけでさ、はい、まあ、その中で、まあその、まあ、チームのためというかさ、はい、まあ、もちろんその、な、はい、お前のためでもあると思うんだけどさ、はい、そのちょっとアンダースローにしてみないか。アンダースローです。アンダースロー、やっぱりな、そういういるなら国際大会とかでもさワンポイントでこう投げてきたりするの、そういう、やっぱそういうね、はい、変化がやっぱ欲しいんだよな。まあ南栗橋はもう球も速いしさ、はい、そうですね、で押し上げも結構あの変化球が切れるだろう、はい、まあ、そこはいいんだよな。やっぱそのその中お前もやっぱ特徴な、なんか出していきたいからさ。アンダースローですか、どうだろうか。アンダースローやってみます。そうか、はい、ちょっと一回投げてみよう。はい、セットでもいいの、はい、まあまあその、まあ、徐々にだ、はい、とにかくな、とにかくもうお前はもう、はい、今日はお前、今日からお前アンダースローだ。頑張ります。アンダースローがお前、はい、一流になれないわけじゃないからな。はい、山梨たちとか見てみろお前、はい、いるだろう、はい、そう、お前アンダースローで一流目指せ。はい、な、はい、お前はもうサブマリンだ。はい、ミスターサブマリン、はい。